自動販売機、ルートビッシュトルベルクは、ドイツの実業家。チョコレートの販売に、自動販売機を開発させて使用した。ケルンのチョコレート製造業者、フランツ・シュトルベルクの息子に生まれた。他の兄弟たちと同じように早くから家業に加わり、16歳で、見習いとして働いた。国外に出て、外国語を学ばせる父親の方針で、フランス、イギリス、 アメリカに商売を広げる役目を与えられた。国外で広告の仕方を研究し、ロンドンの取引相手の貿易会社で働いた後、1881年に兄のアルベルトが経営する会社に戻り、共同経営者になり、宣伝の責任者となった。兄のアルベルトが1883年に休止したので、チョコレート工場の経営を引き継いだ。海外支店網の構築や、 品質の管理方法や製造技術の革新などで会社を発展させた。1886年にアメリカ合衆国を訪れた時、スロットマシンを見て、シュトレベルクはチョコレートを自動販売機で販売するというアイデアを思いついた。ドイツに戻ると機械メーカーと交渉を始め、ベルリンの機械会社と契約し、最初の自動販売機は1889年に、 完成した。1893年までにはすでに1万5000台の機械でチョコレートが販売され、1800万個のチョコレートが自動販売機で売られた。1894年にドイチェンオータマテンガスヨシャフとシュトルウェルク &CEO という会社を設立し、切符や香水やトイレットペーパーといったチョコレート以外の自動販売機を開発し、DAG によって ベルリンには自動販売機だけのレストランが作られた。自動販売機以外にも1893年にドイツで屋外の宣伝目的の放浪看板の使用を始め、そのための会社も設立した。ありがとうございます。